どうも、シュートです。さあ、今回なんですけれども、5月17日月曜日登場の CS ガチャの当たり選手ランキングの動画の方を撮っていきたいと思います。まあ、今回はチェルシーとアトレティコマドリードの2チームからの登場ということで、まあ2チームしかないんですけれども、メンツは激アツとなっております。評価はいつも通りこんな感じとなっております。まああくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺ご理解ください。それではね、早速やっていきましょう。はい、まず11位ですね、ルイス・スアレス選手ということで、まあいつもは10位までしかないんですが、もう今回の CS はちょっと当たり選手が多すぎたので、まあ、11位まで作ってみました。で、まあ、スアレス選手ということで、身長182センチのラインブレーカーの選手ですね。で、まあ、能力値見ていきますと、オフェンスセンスが97。で、ドリブル系能力が全て90で、グランダバス86、決定力94。決定力もうちょっとあってもいいかなと思うんですけどね。で、まあ、スピシュン77の81ということで、スピシュンはかなり低いんですけれども、フィジカルコンタクト92のボディコントロール98ということで、ここが非常に高いのかなと思います。やっぱ今作に関しては前作から引き続きフィジコンボディコンゲーだと思ってるので、まあ、この2つの数値が90超えてるのはかなりいいのかなと。前作もね、スアレス僕使ってたんですけれども、使用感非常に良かったので、まあ今作も全然使っていけるのかなと思います。で、アグレッシブネスが96あるところも、まあかなり事故を生みやすいのかなと思いますし、スキルですね、コントロールカーブとかワンタッチシュートとかアウトスピンキックとかライジングシュート持ってるので、まあいろんなパターンでシュートを決めれるのかなと思います。まあミドルシュートあったらね、もっと良かったかなという気はするんですけれども、まあ、フィジコンボディコンが高い選手が大好きですっていう方に関しては、このスアレス選手は、まあ、すごくいいラインブレーカーじゃないかなと思ってます。はい、じゃあ次10位ですね。エドゥアル・メンディ選手ということで、ゴールキーパーの選手ですね。まあこの選手は身長197センチの守備的ゴールキーパーなんですけれども、まあやっぱりゴールキーパー能力はそこまで高くないんですが、ジャンプ93あって、ゴールキーパーセンスが98あって、なおかつ身長197センチっていうところが非常に評価できるのかなと思います。コンディション程度6っていうのも全然使っていけるのかな。C でも使っていけると思いますし、まああまり言うことはないんですけれども、まあ今作にかなり適したゴールキーパーかなと思います。相手にいてもね、結構嫌なキーパーなので、まあ皆さんも使ってみる価値は存分にあるのかなと思います。まあ今週 B なんでね、そこも使いやすいポイントかなと思います。はい、じゃあ次9位ですね。9位はティモ・ベルナー選手ということで、身長180センチのラインブレーカーの選手ですね。まあこの選手はオフェンスセンスが95で、ドリブル系能力がまあ90前後あるっていう感じですね。で、まあ能力値見ていきますと、オフェンスセンスが95で、ドリブル系の能力がまあ90前後あるっていう感じですかね。で、決定力92、スピシュン99、キック力87のフィジコン84で、ボディコン95、スタミナ97で、まあちょっとスキルは5個しかないので悲しい感じはしますね。もう本当にスキルの面だけがもったいない選手かなと。フィジコンボディコンもしっかりあって、スピシュンこれだけあるので、まああとスーパーサブとかもあったら助かるかな。まあでもスピシュンとかはカンストしてるので、そこまでスーパーサブの恩恵っては受けないとは思うんですけれども、まあライブアップでさえ良かったら全然使っていきたいかなっていう感じはしますね。まあただキック力87っていうところがちょっと気になるので、まあ僕的にはミドルシュートをつけてあげたいかなっていう感じはしますね。もうミドルついたらマジでめちゃくちゃ強いとは思います。はい、では次8位ですね。8位はメイソン・マウント選手ということで、まあここから S 評価ですね。まあベルナーも S で良かったかなと思うんですけれども、まあ前線の選手はね、いい選手が多いので仕方ないでしょう。で、まあこのマウント選手に関しては、まあドリブル系能力が非常に高くて、グランドパス、フライパスも高いと。で、まあ決定力もしっかりありますし、スピシュン87の95、で、キック力93で、フィジコン81のボディコン96、ここが非常にいいですね。フィジコンも結構ある方なのかなと思います。で、まあスタミナ96で、まあスキルが優秀ですね。ダブルタッチとか、コンカ、あとはスルーパスとかも持ってるので、で、まあスキルがかなり優秀かな。ダブルタッチ持ってて、あとはコンカとかスルーパスも持ってるので、まあ、非常に使用感はいいタイプかなと思います。まあ ST で使ったりしても全然使いやすかったですし、まあチャンスメーカー発動しない CMF が一番使いやすいのかなと思うんですけれども、まあ CMF だとちょっと守備力が難ありかなっていう感じはしますが、まあ、サイドの CMF とかやらすと非常に強いのかなと思いますね。まあライブアップでも非常に安定してる選手なので、もう本当に B と A ばっかりなんで、まあスカットにもかなり組み込みやすい選手なのかなと思ってます。はい、じゃあ次7位ですね。7位はジョアン・フェリックス選手ということで、まあこの選手も若手有能選手ですね。身長180センチのチャンスメーカーということで、まあマウントよりは高いですね。で、まあ能力値見ていきますと、ドリブル系の能力が非常に高くて、グランダパス、フライパスもまあ90前後ある感じで、決定力92、スピシュン90の96で、キック力90、フィジコン74のボディコン95で、スタミナが91と、まあスキルにワンタッチパス、スルーパス持ってるのも結構いいポイントかなと思いますし、まあ、それ以外のスキルはちょっと微妙かなとは思いますが、まあ非常に使用感は良さそうな選手かなと思います。まあドリブルしっかりできて、パスもできて、ワンパス、スルーパス持ってて、足も速いと。まあ CF とかで使ってあげるのが一番強いのかなとは思いますね。まあ ST、OMF だとやっぱどうしてもチャンスメーカーが発動してしまうので、まあ動き良くなったといえどやっぱチャンスメーカーはチャンスメーカーだなっていう感じはするので、まあ僕的には CF を一番推したいですかね。もう CF だと本当にめちゃくちゃ強いと思います。
はい、じゃあ次6位ですね。6位はホセマリアヒメネス選手ということで、センターバックの選手ですね。まあ、身長185センチのハードプレスということで、まあ、ドリブル系の能力とかはそこまで高くないんですけれども、スピシュン84の82で、ジャンプ99のフィジコン98で、ボディコンが76で、スタミナ92で、まあ、ディフェンスセンス96、ボルダッシュ96、アグレッシブレンスが99ということで、まあ、守備能力かなり高いですし、スピシュンもそこそこある選手なのかなと思います。まあ、身長はちょっとだけ低いかなと思うんですけれども、まあ、185あれば十分でしょう。スキルもマンマークインターセプト持ってるので、まあ、僕的には全然ライブアップで C でも使っていっていいような選手なのかなと思ってます。やっぱディフェンスセンスが95を超えてるか超えてないかっていうのは、まあ、使ってて非常に分かりやすい部分なんですが、ポジショニングがね全然違うので、まあ、95を超えてるのはかなりありがたい部分かなと思います。はい、では次5位ですね。5位はクルトズマ選手ですね。まあ、この選手もセンターバックの選手で、身長190センチのハードプレスと、まあ、身長かなり高いですね。で、まあ、スピシュン89、79で、フィジコン99のボディコン70、ディフェンスセンス92、ボルダッシュ96、アグレッシブネス93ということで、まあ、割とキャンベルに似た能力値なのかなと思います。で、まあ、スキルはヘッダーマンマーク、アクロバティッククリア、闘争心ということで、まあ、インターセプターつけてあげたいかなとは思いますね。まあ、キャンベル使いやすいっていう方は、この選手も全然使っていけると思いますし、まあ、瞬発力の低さとか、ボディコンの低さっていうのはちょっと気になるかもしれませんが、まあ、僕的には全然強そうな選手かなと思いますね。まあ、スピードが89あったり、フィジコンが乾燥してるとこもかなり魅力的だと思うので、まあ、当たれば全然喜んでいい選手だと思ってます。はい、では次4位ですね。4位はサウール選手ですね。まあ、今作に関しては FP がまだ今回合わせて2回しか登場してないので、まあ、レア度もかなり高いと思います。で、まあ、身長184センチのボックス2ボックスで左利きと、で、まあ、能力値見ていきますと、ドリブル系の能力が90超えてて、グランダパスは95で、フライパス86で、スピシュン86、88で、フィジコン85のボディコン82で、スタミナが92で、まあ、守備能力もしっかり高いと。まあ、この選手は前作から僕は左サイドバックでよく使ってたので、まあ、今回も当たったら左サイドバックで使っていきたいかなと思ってます。まあ、やっぱダブルタッチあるので、相手が寄せてきたらインターセプト持ってて、なおかつワンタッチパス、スルーパスも持ってるということで、まあ、逆足頻度 1,2 っていうところはちょっと気になる部分ではあるんですけれども、サイドバックならそこまで気にしなくていい数値なのかなって思ってます。まあ、攻撃守備ともに安定感をもたらしてくれるような選手だと思うので、まあ、CMF で使うのも全然いいと思いますが、僕的にはやっぱり左サイドバックを押したいですね。左サイドバック最強格の選手と言ってもいいと思います。全然アラバとね肩を並べてると思います。はい、では次3位ですね。アントニオ・リュディガー選手ということで、この選手はやっぱ使用感すごくいいですね。身長190センチのハードプレスということで、まあ、この選手の特徴はやっぱパスが上手いところと、スピシュン90、87、あとはフィジコンが94で、ディフェンスセンスが今回のは97乗せてると。まあ、僕が持ってたリュディガーは確かフィジコンが97乗せてたと思うんですけれども、今回はディフェンスセンスが97ですね。まあ、ちょっとフィジコン95下回ったのは悲しいポイントではあると思いますが、まあ、それでも全然体は強いと思いますし、まあ、やっぱスピシュン90、87っていうのが非常に魅力的だと思います。瞬発力も高いセンターバックっていうのはなかなかいないので、まあ、使ってても使用感は非常にいいので、マンマークインターセプトもしっかり持ってるので、まあ、ライブアップで C でもガチスカ固定は全然ありだと思うので、まあ、前回当たらなかったっていう人は今回もぜひ狙ってほしい選手となっております。はい、じゃあ次2位ですね。ここから SS 評価ということで、ハフェルツ選手ですね。まあ、この選手は本当に欲しいですね。前作からもねずっと愛用したんですけれども、まあ、今回で確か3回目ぐらいの登場だと思うんですけれども、いやもう絶対に当てておきたいですね。身長188センチの2列目からの飛び出しで左利きと。で、まあ、能力値見ていきますと、もう緑だらけですね。オフェンスセンス88で、ボルコンドリブルが96、97。で、まあ、ボールキープも93あって、グラパフラパもしっかり高いですね。93、88と。で、決定力も88あって、で、ちょっと飛ばしてスピード97の瞬発90。で、キック力が89で、フィジコン88のボディコン85で、スタミナが89。で、まあ、スキルがかなり優秀なんですよね。ワンタッチパス、スルーパス持ってて、まあ、ミドルシュート、ライジングシュート、それからコントロールカーブとかワンタッチシュートを持ってて、でワンタッチパス、スルーパス持ちと、もう完璧なスキルしてますよね。で、逆足頻度精度が24なんで、まあ、しっかりと逆足でもパスできるし、シュートも打てると。まあ足速いですし、フィジコンボディコン高いですし、ドリブルもできて、まあどのポジションを任せても絶対に活躍してくれると思います。まあ、個人的には前線をおすすめしたいですかね。やっぱ足速くて、フィジコンボディコン高くて、ワンパス、ルパ持ってるんで、まあ CFST、 まあ OMF とかその辺をおすすめしたいかな。まあ多分 CF とか ST だとかなり強いと思うので、ぜひちょっと最前線で起用してみてください。圧倒的に今作向きな選手だと思います。
。はい、ではラスト1位ですね。ジョレンテ選手ということで、ハフェルツを差し置いて1位なんですけれども、いやこの選手はね、中型アップデからかなり強化されたんかな。まあ多分その恩恵を受けてか、もうめちゃくちゃ強いですね。身長184センチの2列目からの飛び出しの選手で、まあドリブル系の能力が90超えてて、グラパも93と、でまあフライパス88の決定力89で、スピード99でカンスト、瞬発力も90で、フィジコン88のボディコンが83で、スタミナが99のカンストと、まあスタミナカンストしてるのは非常にいいですね。まあ守備能力もしっかり高いですし、でまああとはスキルですね。ドロップシュート、コントロールカーブ持ってたり、スルーパスも持ってるのでパスも出せると、でまあマークインターセットも持ってるので守備もしっかり活躍してくれるみたいな感じで、まあ適性も非常に広いですね。まあ CF つけてあげて CF やらせるのも全然ありだと思いますし、まあ ST、OMF、CMF、なんなら DMF も全然強いのかなと思います。まあ僕的にはどのポジションで使っても全然活躍してくれるような汎用性もあると思いますし、まあとにかく操作感が非常にいいですね。まあ、ハフェルツに関してはちょっと操作感がちょっと重い感じがするなっていう印象は受けるんですが、もうジョレンテに関してはもう非常に使いやすいです。まあ、スピードカンストしてる中盤ってなかなか使いやすいんですよね。そういう選手結構いないんですけれども、まあ、やっぱ今回の目玉はジョレンテ選手でいいんじゃないかなと思います。本当に最強格の選手なんじゃないかなと思ってます。はい、それでは今回ここでですね、 CS の当たり選手ランキングの動画の方を終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ、無課金の方に関してもどっちのガチャも引いていいのかなと思います。まあ、ちょっと言い方は悪いかもしれませんが、ハズレのリスクが少ないっていうところは、まあ、この2つのガチャの魅力的な部分かなと思います。まあ、とにかく熱いガチャとなってるので、みんなでぜひ神引きしていきましょう。はい、それでは今回ここで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。